はい、新年明けましておめでとうございます。保健師脳料理研究家の茨城久美子です。今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。で、今日は柚子を使った簡単なシフォンケーキをご紹介したいと思います。柚子のシフォンカップケーキになります。で、今日のカップケーキは、卵2つで、作る簡単なケーキになります。で、焼き時間も18分ぐらいで焼き上がりますので、急なお客様なんかでもすぐに作ることができます。冷まさなくてももうすぐに型から出せますので簡単なお菓子です。で、もちろんこちらのね17センチ四方型でも作ることができますので、カップケーキと17センチ四方型と合わせてご紹介させていただきたいと思います。で、今日米粉で作りますけども、同じ分量で薄力粉で作っていただくこともできますので、お好みの材料で皆さん作ってみてください。はい、それでは作っていきたいと思います。まず、カップシフォンから作っていきます。こちらの今日はムツ取りのあの型を使っていきます。そこにシリコングラシン紙を引いていきます。で、結構容量がありますので、ぐーっと広げてここを敷いてください。型に沿わせるようにぐっと広げておいてください。はい、では柚子です。周りを、ね、使いますので、しっかりとよく洗ってください。で、半割りにしてもらって、まず汁を絞ります。ね、汁取れなかったりするんですよね。はい、で、これお水で合わせて 30ml にします。マフィンカップで作るときは M 玉を2つ用意してください。白身と黄身に分けて割ります。卵白とお砂糖でメレンゲを立てていきます。はい、このぐらいふわっとしたメレンゲを立ててください。ふわっとしてます。はい、卵黄にお砂糖です。低速で混ぜます。柚子の絞り汁とお水です。水ほうじからの万用です。他に水ほうじからの製菓用、他の製菓用の米粉リファリン等大丈夫です。一気に入れてしまいます。薄力粉で作る場合は一度ふるってください。分量同じで大丈夫です。低速で混ぜます。米ヘラで周りの米粉もよく混ぜて中に入れて吸水させましょう。油の代わりは今日はお水と柚子の汁なのでとてもヘルシーです。で、柚子の皮のすりおろしです。よく混ぜます。2つを合わせればこれで生地は完成です。はい、じゃあメレンゲ半分入れちゃいます。大きく混ぜます。はい、いい香りです、柚子の。で、のこちらの生地をこちらに入れちゃいます。大きく混ぜていきます。で、メレンゲが見えなくなったらもうこれで生地は完成です。いいですね。はい、ですよね。見えないです。こちらのね、はい、ケーキのカップに入れていきます。はい、そうしましたらね、ちょっとね、小さくちょっと小さく小刻みに、はい、ちょっと揺らしてください。はい、これでオーブンに入れて焼き上げとします。はい、焼けました。はい、いいですね。
17センチのシフォン型で、ゆずの米粉のシフォンケーキ作っていきたいと思います。でシフォン型の選び方は、アルミのもの、フッ素樹脂加工とかではなくアルミのものに油とかを塗らずに直接生地を流していってください。卵の重さが結構大事です。殻ごとで結構ですので4つゼロにして測っていただいて、はい、240g プラスマイナス10がいいです。できたら240がいいんですが、少し多かったり少なかったりしていただいても大丈夫です。あんまり大きいとシフォンケーキに大きな空洞ができるのでご注意ください。お水で合わせて 60ml にしておきます。はい、それでは卵を白身と黄身に分けて割っていきます。あとはオーブンの予熱も上げておきましょう。卵白とお砂糖でハンドミキサーの高速で泡立てていきます。はい、このぐらいふわっとしてるぐらいがいいです。卵黄にお砂糖です。低速で混ぜます。柚子の汁にお水で60です。みずほ力のパン用です。他に製菓用の米粉、あとはリファリン、製菓用のみずほ力大丈夫です。一気に入れてしまいます。薄力粉で作る場合は一度ふるってください。分量同じで大丈夫です。混ぜます。米粉に吸水をしっかりさせておいてください。そこに柚子の皮のすりおろしを加えます。はい、しっかりとね、せっかくスタッフ入れますね。わ、柚子のね、いい香りがしてます。はい、そうしましたらね、メレンゲを戻していきます。半量混ぜちゃいます。大きく混ぜてください。今度はこっちにこっちを入れます。はい、で混ぜすぎないうちに白いメレンゲが見えなくなったらもうこれで混ぜるのはストップです。ベーキングパウダーとか入らない、このメレンゲの力なので混ぜすぎないっていうのは結構ポイントです。でこんな風にちょっとね、手首を返しながらボウルの底からこう下上に持ってきてみてください。出てこなければこれで OK です。はい、そして揺すって平らにしてください。はい、それではオーブンに入れて焼き上げます。はい、一番上の膜を切るような感じですね。はい、これで4箇所切りました。はい、あとは残りを焼きます。シフォンケーキ上がりました。焼き上がりの確認のポイントです。中央の棒に焦げて貼り付いてるかどうかを確認してください。ここ貼り付いてないと逆さまにしながら、剥がれてしぼんでってしまう原因になりますので、ここがちょっと焦げて貼り付いている、この周りもそうですね、ちゃんと焦げて型に貼り付いているっていうのを確認します。まあ、一応ちょっと竹串も刺して何もついてこないかを確認していただいたら、はい、逆さまにして、はい、これで冷まします。
それでは試食してみたいと思います。ふわふわなんですよ。いただきます。もう手でいっちゃいます。いただきます。あの柚子の皮の香りがとっても美味しいですね。今日は油の代わりは柚子の絞り汁とお水で作ったんですけども、パサついたりとか、ちょっと舌当たりが悪いなんてことは全くないです。どちらかというと油を使ったシフォンケーキよりもしっとりふんわりしていると思います。よくシフォンケーキって生クリームをこう添えないとちょっとパサつくっていうイメージあるじゃないですか。そんなことは全然ないです。とってもしっとりです。はい、これは17センチのシフォンの方で、もうふわふわですよね。もうね、シュワ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 言ってんですよ。もう本当にふわふわです。はい、このしっとりさが伝わりますかね、皆さんに。もうすごい柔らかいです。はい、ではいただきます。とっても美味しいです。はい、もうすごい軽いですね。はい、皆さんもどうぞお試しください。で、今日のシフォンケーキの保存なんですけども、油の代わりがお水なので、油を使ったシフォンケーキよりも腐りやすいというのがあります。暖房の効いたお部屋に置きっぱなしにしておくと、やはり2日ぐらいで腐ってしまうので、基本は冷蔵庫で保管するか冷凍保存をしてください。冷蔵庫で保管すると、少しパサついてしまいますね。ただ3、4日ぐらい、それ以上は冷凍保存がおすすめです。はい、すみません、今日は米粉を使いましたけども、米粉の代わりは薄力粉を使っていただいても全く同じ分量で作ることができます。そして柚子の代わりはレモンとかでも大丈夫です。そしてちょっと本のご紹介をさせてください。ノンオールシフォンケーキは私の代表のお菓子になります。もう今日のレシピは黄金比、卵、お砂糖、粉、水の割合は黄金比で、もうこれは崩すことはできない割合です。で、卵も白身と黄身が同じ分量なので余ることはないです。この本はシフォンケーキだけの本なんですけども、全部お粉は米粉に置き換えていただくことができます。はい、で、今日のシフォンケーキはこちらの本の、柚子の米粉シフォンサンドからレシピをご紹介させていただきました。で、こちらは、柚子のホイップクリームを絞ってサンドしているんですが、はい、こちらの本も合わせてどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画気に入っていただけましたら、いいねボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。今年も1年皆様のお役に立てるような、体に優しい太らないパンやお菓子お料理をご紹介していきたいと思いますので、応援をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。